どうも、ウェダックスです。本日は B560M Pro 4 Micro ATX のマザーボードですね。まあまあまあ新しい部類に入ると思うんですけども、このマザーボードの動作確認をしていきたいと思います。マザーボードが動くかどうかが自作の一番のキーポイントだと私は思っておりますので、マザーボード動作確認取れるっていうのが一番大切なのでやっていきたいと思います。まあ、付属品とかは、まあ、普段紹介しないので、あまりそういうのは紹介せずに、まあ、このね、M.2 のネジとかなくさないようにした方がいいと思うんですけども、それぐらいですね。それでは、サクッと開けてしまいます。はい、開封しました。こちらは M560 Pro 4ですね。で、B560 か。基本的に私、マザーボードを選ぶときに値段で見てます。でメモリースロットができれば4スロットある方が、あと後々ねメモリーを増やせるのでいいなというぐらいですね。他はあまり気にしていない。で使う CPU が対応しているか、これは当たり前ですけど気にします。はい。で今回使う CPU なんですけど 10600K i5 ですね。第10世代で、ちょっと第10世代と第11世代の間があんまり早かったような気がしてるんですけど、この 10600K 私はいつ買ったか正直覚えていないんですが、それを使ってせっかくなのでゲーミング PC を1台組みたいなと思います。はい。それではね、いきなりなんですけどマザーボードの電源つないでみたいと思います。CPU をつけていないので動かないのは当たり前なんです。はい。でもマザーボードに通電させてみようじゃないかっていう感じ。はい。こういうことをする必要があるのかどうかと言われればないかとは思うんですけど、この段階でね、まあ電源ファンが回ることによって電気が流れるんだなっていうことの確認はできる。最初の確認ね。はい。そしたら今マザーの主と CPU の補助電源挿しました。で多分ですね、ここだろうと思う消灯の位置に刺しましたが、ビープスピーカーの位置はいまいちわからないので、とりあえずこれで電源一回入れます。電源オン。この状態で見てください。ここ LED が光ってますね。 LED 光ってます。見えますかね。だから電源が流れてるってことはこれでわかりますね。ここ綺麗 RGB ですね。そしたらこの状態でスイッチを入れたら通電すると電源のファンが回ります。で電源のファンはこれ LED がついているので光るとわかると思います。じゃあ電源入れます。電源オン。はい。回ってつきました。そしてこの PCI の2スロット目のところにランプがついていて、多分 CPU とメモリのランプがついているのかな。ちょっとね、もう年なんで老眼が進んでいてよくわからないです。はい。じゃあこれでね、電源が通るってことが分かったじゃないですか。まあ電源短く切っても切れないですね。でこういう時に、電源の切り方なんですけど、長く押したら切れると思います。で長く押して切ってもいいし、別に電源を直切ってもいいと思います。で BIOS の画面もそうなんですけど、まあ、慎重に行きたいならスイッチで切ってください。そうじゃなければ別に電源ぶち切りしても、私の経験上マザーがどうこうなることはない。大丈夫です。はい。そしたらマザー動いたじゃないですか。もうこれだけでちょっと安心できませんか。できひんかな。ちょっとビープスピーカーつけるところ確認します。多分ね、ここに SPK って書いてあるんで、でビープスピーカーは4本端子に基本的に挿すのでここやと思います。うん。でもう一回電源入れてビープ音になるかちょっと確認してみましょう。電源オン。うん、ならないですね。ならない。はい、なりませんでした。ここがビープスピーカーかどうかっていうのを正確に分かってないんですけど、ちょっとここから分かるようにしていきたいと思います。そしたら電源を切って、まあ、通電されてないのを確認した上で
CPU を取り付けましょう。はい。そしたら、インテル i5-10600K。結構 TDP 高めなんですけども、動作確認に用意したのは、リテールファンです。DC12V の 0.2A。これ多分 0.28 の方がいいかな。ちょっとアンペア高めの方にしとこうかな。まあ動作確認なんでそんなに負荷をかけるつもりもないのでどれでも大丈夫だとは思うんですけど、とりあえずこれでね、ほな CPU の方を蓋して閉じます。はい。まあこの時にインテルでの失敗ってのはほぼないと思うんですけど、ピンを曲げずに CPU を曲げてしまう人がいるんですけど、まあ溝さえ合ってれば大丈夫ね。はい。んで、閉じます。はい。なら、これが取れました、ということですね。はい。で、まあ、この状態で、本当は、クーラーつけた方がいいかもしれないんですけど、つけずにちょっと行ってみましょう。なぜいけるかっていうと、メモリーがまず刺さってないので、メモリーエラーを確認したい。はい。それでは、まず電源を入れて、LED ここ光りました。そしたらスイッチオン。はい。これでビープスピーカーがここだっていうのは間違いないっていうのと、この3階のビープ音、はい、これはメモリーエラーです。ということは、CPU を認識してメモリーエラーだよということまでは伝えてくれてるんです。もうこれでもう動作確認もうできたも同じじゃないですか。これがダメなら、まずは壊れてますよ。っていうことで、先に一歩進みましょうか。で、次はちゃんとメモリーをつけて動かすので、前回買ったこのシートね。うん、手の油がついてどうのこうのとか、コメントありましたけど、それぐらいでね、どうのこうのなるんやったら、基本的に気にしません。はい。CPU ファンのところにね、電源つないどいて、で、まあ、これシート結構動きやすいんで、上から押さえた時にずれる可能性もあると思うんですけど、まあ、ずれたとて、動作確認レベルなら大丈夫です。あ、これ回ってないな。で、はい。いつもは対角につけろと言ってるんですけど、今はパパッとつけました。まあ、気になるなら裏を確認しておいてくださいね。はい。ちゃんと CPU ファン取り付けられました。はい。まあでも今まだメモリーが刺さってないので動くはずはありません。はい。そしたらメモリーをつけましょう。2スロット目に8ギガの刀、アンテックさんから提供いただいたメモリーなんですけど、これを刺していきます。で、まあ、溝だけ気をつけて刺してもらえれば大丈夫かなと思います。はい。カチッとね、ロックがしっかり戻っていることを確認してください。はい。ここまで来るとね、映像が出るんですよ。だから映像が出るから、モニターに繋いでおきましょう。一応ね。はい。モニターに HDMI 接続。で、この時いいなっていつも思うのは、インテルは映像を出してくれるってことですね。ただ、F か、インテルの F シリーズ、あれね、やめた方が個人的にはいいんじゃねえかな。2、3000円の差ですよね。で、i5 とか i7 とかになってくると、2、3000円の差はそんなに気にならないんですけど、もちろん Pentium とかセレロンとかなら、当たり前のように映像出力ついてるんですけど、F を買って2、3000円下げたい。っていうのはあんまりやめといた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。もちろんあれはクロート用ですね。で、ライゼンも今んとこ正直 G がないのはクロート用かなと私は思います。はい。そしたら電源スイッチ入れて、また RGB つきました。で、メモリー刺さってます、映像刺さってますので、 BIOS の画面がうまくいけば出るはず、うまくいかなければ出ないはずです。で、ビープ音はエラーからピッという音に変わるはず。はい。では電源オン。
CPU ファンが回ってメモリーの LED もつきました。で、あ、BIOS 出ましたね。で、インテルはこの BIOS の画面が出るまでが早いからちょっと安心できる。これがね、あのライゼンやと、あの前にわさこさんに自作してもらった時に見てもらったと思うんですけど、あ、あれもインテルか、すいません、あれはインテルなのにやたら出てくるの遅かったですね。まあその辺はやっぱりチップセットとかバージョンによるのかな。今早かったですよね。で、初めて使う、今日開封したばかりなので新品の状態であの動きなんですよ。一瞬リセットしたかなっていう動きはありましたけど、はい、こんな感じで、 CPU の温度も 48.5 度ですね。で、ファンも静かなので今のところ安定してそうです。はい、これでマザーボードの動作確認が終わりました。これね、全てに共通するんですけど、ここまでやれば失敗はない、間違いはないと思うんですよ。で、ライゼンバージョンも同じようなことをやりますんで、また見てください。はい、で、これは最終は水冷にしてゲーミング PC 化しようと思ってるんですね。アンテックのケースを前々回ぐらいに紹介したんですけど、あの RGB だらけのケースをもっとシンプルなものに作り替えて、しっかりゲーミング PC にしたいと思っております。はい、で、そこまで全部やろうかと思ったんですけど、実はちょっと体調が悪くて、帯状疱疹っていうのがもうここにできてるんですよ。寝不足すぎて。で、今度とりあえず水冷クーラー、簡易水冷をディープクールさんからいただいている簡易水冷をこれに取り付けてみたいと思います。今温度が51度となってますんで、これがどれぐらい下がるかですね。はい、ということです。本日はこれにて終わります。ウェイダックスでした。バイバイ。